人間科学部教育学科では、教員免許取得を目指す学生に向けた手厚いサポートや採用試験対策を実施。教職経験者による授業や模擬授業の反復によって実践的指導力が身につきます。少人数制を生かし、時間をかけて行う模擬授業や採用試験対策など、充実したサポート体制が特徴です。ポイント1、2つのコースで幼稚園から高等学校教諭まで幅広い資格取得に対応しています。幼稚園・小学校の教員免許の取得を目指す初等教育コースと、中学・高等学校の教員免許取得を目指す中等教育コースで学びを展開しています。教員免許だけでなく、保育士資格など様々な資格取得にもチャレンジできます。ポイント2、時間をかけて模擬授業を実施しています。通常15時間程度しか行われない模擬授業を、本学のカリキュラムでは45時間以上も確保。少人数制ならではのきめ細やかな指導を通して、教育実習で力が発揮できるようにサポートします。ポイント3、教員採用試験合格に向けたサポート体制が充実しています。試験対策講座教職アカデミーや、茨城県の市大初となる教職センターの開設など、サポート体制を整えています。教職経験者による質の高い指導も実施し、学生たちの教員になりたいという夢を後押ししています。教育の課題にしっかり向き合う教育者を目指す人間科学部教育学科。